意味怖。さーて、今日もうちのパソコンは不調で動画がカクカクだな。早く新しいパソコンに変えて超綺麗なヌルヌル動画を作りたいものだ。これはもう家に帰って貯金と相談だな。こんな満月の日に何やってんだろうか僕は。え、誰かランニングしてる？あれは？男の子が走ってるのか？よくもまあこんな夜中に走るもんだ。好きな子にでも振られたんか？あの、すみません。はい、どうしましたか？私の息子見かけませんでしたか？小学生くらいの男の子なんですけど、黒い服を着てたと思うんですよ。小学生で黒い服を着てる男の子。あ、もしかしてあの子かな？見ましたよ。あっちの方角に走っていきましたね。ありがとうございます。お気をつけて。全国のママさんも大変なんだな。さ、僕も家に帰ろっと。いただきます。やっぱり朝から食べるラーメンは格別だな。こってりとした汁が体を温めるぜ。もぐもぐずるずる。今朝クラフト市で家族惨殺事件が発生。母親は家で刃物のようなもので殺害されており、息子である翔太くんは自宅から離れた路地裏で発見されました。あれ、この子ってどこかで見たことがあるような。もしかしてこの子、僕が殺したも同然じゃないか。なんてことをしてしまったんだ。どうも、解説係の霊夢です。今回は結構有名なお話なので分かった人も多いのではないのでしょうか。深夜に走っている男の子、すると母親が後ろから話しかけてくるのですが、ここで一つ矛盾が発生しています。ニュースによると、お母さんは自宅で殺されているんですよね。でも、息子を追いかけたはずの母親がなぜ別々の場所で死んでいるのか。つまりこういうことです。子供を追いかける母親が殺人犯だったから。最後のシーンで主人公が、僕が殺したも同然だと言っているのは、自分が道を教えなければ子供は殺されていなかった。と後悔をしているということです。その人が母親かどうかの証明なんてとっさにできないので、すごくモヤモヤが残る事件になってしまいました。